ヒューマノイドロボットポージー。開発したのは芸術学部デザイン学科卒業の松井達也さん。今回の NUSAT プログラム交友紹介は、今世界が注目するロボットデザイナー松井達也さんにお話を伺います。仮面ライダーってのは本当にいるもんだと思ってたから、その撮影ってのは何なんだと思ってお友達とか、うん、キャンパスライフとか、うん、そういうのはなかったんですか？大学時代そう、大学時代、大学時代は将来パリのね、オペラ座で、世界最高峰のバレリーナと一緒にこう共演をするっていうことを、まあ、やりたいなと思ってて。港区六本木です。こちらに松井達也さんのオフィスフラワーロボティクスがあるということで、早速行ってみましょう。こんにちは。あ、達也、どうもお久しぶりです。今日はよろしくお願いします。はい、お邪魔します。どうぞどうぞ。早速6月に移転したばかりという新しい事務所を見せていただきました。引っ越したばっかりの。はあ、お邪魔します。いい景色ですね。ここが作業場になってるわけですか？そう、ここはまあほとんど僕の、まあ、部屋みたいな感じ。社長室、まあおもちゃ箱みたいな。松井さんの椅子はどれですか？椅子は僕はこれです、ね、これですか、はい、あ、ちょっと年季が入って。そうそう、これどこ行くんでもこの椅子じゃないとちょっとダメな。そうなんだ。ダメな椅子。小指じゃの。小指じゃの。そうです。LC2。おお。はい。そしてこの緑を見ながら。緑を見ながら。都心の真ん中で。真ん中で。アイデアを。そう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 。そういうですね、そんな感じでやってます。はい。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。不思議だね。不思議だよね。不思議だね。不思議だよね。松井さんとは学生時代から仲のいい友人です。そんなたっちゃんとの対談、早速お話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますいえいえいえなかなかねえ、はい、まずはね、子供時代の思い出を聞きたいんですけど、うんうんうん、子供時代って言っても、うん、生まれは練馬。生まれたのはね、新宿なんだけど、育ったのはちょっと練馬で育って。じゃあ本当にこう日芸の、そう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 、ね、で僕のお家のね、隣の、うちの人が日大の芸術学部の映画学科にいて、でよくアルバイトでいろんな撮影所に行ったりしてて、でなんか仮面ライダー の撮影のアルバイトに行くとか言って、僕幼稚園の時だったから、仮面ライダーってのは本当にいるもんだと思ってたから、その撮影ってのは何なんだとか思って、すっごい面白いなと思って、それで大人になったらああいう学校行こうってずっと思ってた。日大の鶴岡の高校に進学をするんだけど、それも日芸に入るためだった。そう、だからまあ中学生の時にこう将来の進、ね、学校行く、どこ行くとかって言われて、で僕はデザイナーにはもう小学校の時に6年生かな、デザイナーになりたいっていうのは決めてて、でまあその日芸っていうのは近所にもいっぱいいたし、面白そうだなと思ってたから、日芸に行くには、どうしたらいいかなって結構ずっと考えてて、それでいろいろ図書館でいっぱい本調べて、中学生の頃にね、中学の時、はい、うん、それで日大芸術学部に行くには付属の高校に行けばいいと思って、で付属の高校をで日芸に一番行ってる高校をこうずっと調べたら、付属の中でも中で、うん、そしたらその鶴岡高校っていうのが一番行ってるのが分かったんで、でもっと調べると鶴高の中に美術と音楽があって、でそこの美術に行った人はなんかみんな日芸に行ってるとかいうこうだったんで、それで中3の時かな、研修があって、中学生、まあ、全国の中学生とデッサン教室みたいなのが鶴岡の中であって、でそれに通ってた。でも途中でこう逆にね、そんなにこう小さい頃からだと、うん、やっぱりこう揺らぐってことはなかったんですか？なかったですね。なかった、うんうん、
もうずっと一筋、うん、面白そうだと思って日大のいわゆるキャンパス江古田に足を踏み入れたのはいつですか、うん、最初に。最初中学生の時かな。中学の時に将来行く学校をやっぱりちょっとイメージトレーニングするんで芸祭に、芸祭に、うん、よく行ってたし、鶴子を決めてからも鶴子にもしょっちゅう行って、ああの自分が将来座るだろうである教室とか見学して、そこでこう勉強してるイメージトレーニングしたり、そういうのは結構してた。それすごい 大事なんです。大事ね、うん、それね、うん、それは逆に今でもこう自分のね仕事の上で大事なことになってるわけね、うんうんうん、晴れてじゃあ日芸に入りました、うん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 、どんな気持ちだったんですか。入ったらなんか結構もう目標は そこに絞ってたから、うん、次の目標に、立てて、はい、で何だろう、うん、まあ鶴子のデザイン科ってすごく厳しくて、なんかスポーツもやっちゃいけないし、毎日毎日デッサンがあって毎日毎日、それで指だから、だから怪我するとこう提出ができなくなっちゃうから、スポーツもやれないし、とにかく厳しくて、3年でね相当なんか勉強はしちゃって、だから大学入ったらなんか今から始めるって人がいっぱい来たから、なんか次の目標が必要になってきて、それで僕はもう外国に行くことを一つの目標にして、やっぱり勉強するならやっぱり本場で勉強したいな、なんて思って、でやっぱり自分で作品作ったらやっぱり将来的にはニューヨークの近代美術館にやっぱりこうなんか置きたいなとかね、モマ、うん、ね、そうそうそう、はい、でそういうふうな目標を立てて、でモマはねもうでも中学の時からね、まあ、もっと日芸の先に持ってた目標でね、中学の時からモマを目指せたんだ、うん、持ってた。それでだって鶴子の入学式じゃないや、入試の時だ、入試の時の面接で、僕先生に言ったもん、そういうふうにモマに将来出展するそういう、まあ、アーティストっていうかデザイナーになるから、あまりごちゃごちゃ細かいこと言わないでくれとかって言った覚えがあってでね僕それから随分してから僕のロボットはモマに飾られることになって、はい、なって最初に高校の担任に電話して、でしょ行きますと言って先生覚えてました。覚えて、もちろんもちろんよく覚えてから そっかとか言って、まあでもとにかくこうデザイン一筋っていうか、こう自分の将来を常にこう見据えて先をね、歩んできたっていう感じなんですけど、もう少しこう大学時代、なんだろう、こうお友達とかキャンパスライフとかそういうのはなかったんですか、大学時代そう大学時代、大学時代は、ほら運動もできなかったでしょ、高校時代まで。でも運動してましたよね。運動した、大学って入ったら初めてこうなんていうか自分でいろんなことが選択できる、はい、まあ僕はずっとそういうふうにしてきたけど、まあなんていうか服装から含めて授業の単位取るのも何でもいいから、したら何でもありみたいになって面白いなと思って、じゃあスポーツもやってみようと思って、それでアメリカンフットボール入って、4年ぐらいやってたかな。で佐藤近藤先生もその時知り合ったし、まあね、当時一緒にね、よく遊んでましたね。デザインの、ね、学生はほとんどやんないよね、スポーツやんないんだけど、だからすごいデザイン科だけで固まってるんだけど、スポーツ運動部入ったらそれこそね放送の人とか、映画の人とか、いろんな人が集まってたんで、そういう意味ではすごい良かった。そうですね、懐かしいですね。なんか当時学生時代、私たちにとってもこうデザイン学科のこう学生と一緒に何かするっていう、遊べるっていうの機会がなかったから、ちょっと紙に何か書いてもらったり、おーとかね、結構感激した覚えが。大学卒業後、丹下健三都市建築設計研究所を経て、
科学技術振興事業団エラート北の共生システムプロジェクト研究員に、その後2001年フラワーロボティクス株式会社を設立、ヒューマノイドロボットポージーやパレットを開発しました。さらに黒い機体で話題を呼んだスターフライヤーのトータルデザインを行うなど、その活躍は多岐にわたります。で、大学卒業後、うんうん、さあ、うん、次はどういう進路を目指されたんでしょうか。フランスの学校にちょっと行こうかなと思ってて、したら、フランスはね、なんかね、外国人の場合はプロフェッショナルのキャリアが5年以上ないとダメって言われて、これは参ったなと思って、でもフランスやっぱり行きたいなと思って、それで5年間っていうか、まあ、キャリアを作んなきゃいけないなと思って、で日本でちょっと就職をしようかなみたいな感じで、でまあ行くんなら国際的に仕事をしている、デザインの仕事をしているところがいいなと思って、でいろんな OB の人に話聞いたりして、まあ、たまたま丹下先生のな事務所の試験を受けられるっていうんで、それで、まあ、試験を受けて、で入ったという感じ。丹下健三さんの事務所に、5年いたんですか。5年。あ、本当にちゃんと5年。そうです。で晴れて、まあ、向こうにフランスに行く、フランスのどこに行ったんですか。フランスのパリ、パリに行って、だけどすごい 5年ぐらい頑張ってフランス語をやったんだけど、行ったら3日ぐらいで全然通じないってこと通じなくて、これダメだ、真剣にやらなきゃダメだと思ってで一生懸命頑張ったけど、でじゃあそのパリにどれぐらいいたんですか。パリは丸3年。フランスはね、すごい面白かったのは、アメリカの場合はコンピューターどっちかというとこうビジネスの人がやるんだったんだけど、フランスはその国が支援して、フランスの美術大学全部にコンピューターを教える学科を作って、コンピューターの専門の人先生をいっぱい派遣して、で全部 この例えば、ルーブル美術館とかのああいう、まあ、アーカイブを全部デジタル化するので、そういうデジタルの知識を持ちつつその芸術のことがよく分かるみたいな人をもうたくさん国が育てるっていうところがあって、でもう一つはそのコンピューターを使ってこうアートを表現するみたいなこともフランスではすごい盛んな時で、でそれをまあちょっと勉強しようかなと思って、向こうの研究室に入って、結構一生懸命勉強して、でその後 IBM か IBM のまあ研究所みたいなところにもその後入って、で向こうで3年なんかそんな感じだったけど、だから3年、まあ、パリにいたんだけど、なんかああいうなんていうかな、朝なんか起きてなんかカフェオレ飲んでとかっていうそういう生活は全くしてなくて、どんな生活、ほとんどコンピューターのプログラムしか見てなくてモニターだけで、セーヌ川とか見なかった。全然でもなんかそういうなんかエッフェル塔とか、あ、そうそう、ああいうの全然なかったな来る日も来る日もこうプログラムやって何を目標にしてました。21世紀に、まあ、なるのを見越して、で自分が多分すごく自分自身の例えばデザインのスタジオを作ってやるんだったらやっぱり30代になってからだから、30代になってからだったら21世紀になってるわけだから、21世紀にしかできないデザインをやろうっていうのをずっと考えて、それでコンピューターをずっといじってたんだけど、その実際の環境、僕たちが生活しているこういう実空間とそういう情報の空間がこうなんか合わさるものっていうのが、もしかしたら21世紀のデザインのすごく面白い特徴なのかなっていうのはなんとなく思ってて、でそういうのをずっとこう調べていくうちに、あ、ロボットっていうのはなんとなくそこで出会って、出会ってこれは面白いなと思って、で調べていくうちにロボットは日本が一番すごいってことがよく分かってこんなとこいる場合じゃないやと思って慌てて日本に帰ったそんな感じで僕は大体こうなんか物を習得するのは大体こう1万時間ぐらいかかる、なんかプロフェッショナルとしてね、
やるにはいつもそうなんだけど、高校の時もそうだし、まあ大学もそうだし、ずっとだから3年から4年っていうのは絶対その1日の大体8時間ぐらいを4年間ぐらいに当てると、それぐらいになって、なんとなくその業界のこととか、そこで知ってなきゃいけない、まあ、常識とか知識とか、そういうのが習得できるわけね。だからそういうふうにすると、そういう4年3年ぐらいなんか研究所で切ってなきゃまずいなと思って、でまあたまたまあのソニーのコンピューターの研究所のところの人に、まあ、あの興味持ってもらって、でその人が、国のファンドでね、科学技術庁のファンドで研究所5年間限定の研究所を作るっていうのがあって、でそっちにちょっとあの面白そうだなと思って。あのヒューマノイドロボットっていうのは、まあ、あの分かりやすく説明するとどういったものですか？あのヒューマノイドの、まあ、あの定義というか、ヒューマンって、まあ、もちろん人間で、ノイドっていうのは、それみたいなとかそれっぽいとかっていう意味で、まあ、人間のような機械というような意味から来てる言葉なんだけど、すごく夢の象徴みたいな感じで、いろんな研究者がやっぱり作りたいのは人間の形をしたロボットで、ヒューマンロボットこう何かしてくれるってまだそういう時代じゃないんだけど、そういう意味では人間にとって、なんていうか天使になるか、もしかしたら悪魔になるか分かんないんだけど、まあそういう未知の存在なんだけど、とにかくその21世紀に、すごく面白い課題になっていくことは間違いないのがヒューマノイドロボットっていうジャンルかな。でこのポージーが生まれた経緯っていうのは、ポージーはね、ちょうどあの僕はまだ独立する前にロボットのあるプロジェクトでアメリカの、シリコンバレーにある、ね、シリコングラフィックスっていう、まあ、あのスーパーコンピューターの会社があって、そこがロボットのプロジェクトのちょっとあるスポンサーをやってくれることになって、でその会社が最初あのなんか、ロボット作りたいみたい なんかシンボリックなものを作りたいっていうのがそもそも始まってきて、でその時になんか一緒に作ろうかみたいな感じで、きっかけはそこからあの始まった感じで、でちょうど僕独立する時だったんで、じゃあうちの会社の最初のプロジェクトとしてあのやろうかなみたいな。でポージーを作るきっかけになってったみたいな感じ。まあ、ポージーはその、直接僕たちの生活の中でこう何かをしてくれるっていうものではなくて、まあこれからのその、まあ、未来に向かって人間と、まあ、ロボットのこの幸せな関係みたいなものをどういうふうにデザインしたらいいのかなっていうのを考えて、まあ、作ったロボットですね。ロボットっていうのはこう、なんていうか機械の塊でね、こうなんかすごい怖いイメージがあったと思うんですけど、実はこうロボットをすごい作ってみると、なかなかこう思ったように動いてくれなかったり、簡単なことをさせるにもすごく複雑なことをさせたりして、そういう意味では非常にこの機械とかロボットっていうのはまだまだこう儚くて弱い存在であるっていうことを、まあみんなに伝えたかったので、そういう意味ではちょっとこう子どものこのプロポーションを持っていて、こう人間にこう危害を与えない、むしろまあこういうものがいてくれることでこう何か生活の中に豊かさとかね、そういうものを感じてもらえればいいなと思って、まあこういう3歳の女の子のイメージですね、持ってきました。でこれ後ろにもう一つあるんですけど、これは何ですか？これね、パレットっていう、まあマネキンのロボットで、やっぱりこう科学もこう社会に出ていって、実際にこう人の役に立つっていうのがやっぱり最終的には一番大事なことになってくるん でそのためにデザインってすごく大事であって、そういうことをやっぱりやるには、まあ、独立をしてロボットをちゃんと作って販売をするってことをやっぱりやって、だからあのアップルなんかがやってるようなことね、その誰もこう使えなかったそのコンピューターみたいなのを誰でも使えるようにして販売して、こう世界を変えていくみたいな、そういうことをこうロボットでやろうと思って。ヒューマノイドロボットっていうのはほとんどですね研究室から出ることがなく、
ロボット界のニートって言われていて働く場所がないんですね。でやっぱりそれはもう大変問題だということで、このヒューマノイドロボットで初めてこの就職する場所があるロボットっていうのを作ったのがこのマネキンのロボットです。なのでこのロボットは最初からできた時からもう洋服屋さんとかデパートとかそういうところにも確実に就職があるロボットですので、学生の皆さんこのロボットに負けないように就職活動を頑張ってください。これ賞もらったんですよね。そう、これはグッドデザイン賞と、ドイツの、IF デザイン賞っていうね、とても大きな賞なんだけど、それをなんかロボットで多分初めてなんかそういう賞。あとはほら僕らデザイナーだから、デザイナーっていうのは、基本的にはそういう産業界の中でしか生きていけない、産業界ってこう海の中にいる魚みたいなもんだからそれが、何やってるかよく分かんない。そうそれがやっぱりないといけない。やっぱり産業自体を作んないといけないっていうのがあって、だからそういう意味ではロボットのこれから作って、まあロボットそのものを作るんだけど、それを使った新しいこのなんかライフスタイルとか、も作るし、車だってほらトヨタ自動車ってさ、別にトヨタ自動車だけで作ったわけじゃなくて、もうあそこを頂点にものすごい数のネジ1本からあれでどんだけこう日本の会社がさ助かってるかっていうか、はい、でロボットもまさにそういう感じで、これを作るのにもやっぱりいろんな大田区の町工場のいろんな小さな会社がとか、いろんな会社が集まって作っているから、やっぱりこれがたくさん販売されることによって、やっぱりいろんな人のこの生活を支えていくようになってくるから、それが世界レベルでね、やれたら、やっぱりそれはね本当に科学とかデザインがこう本当にこう社会に貢献できることだから、すごいいいことだと思って、こういうのをこれからたくさん作っていくっていうのが僕のこれから大きい仕事になっていくみたいな感じ。いわゆるロボットを作っていて、なぜ今ロボットを自分が作り続けているかっていうのがあるわけじゃないですか、これはどうしてですかね。まずそのロボット その技術的な背景とかそういうものっていうのは日本がすごくアドバンテージを持っていて、世界でこう勝負できる、数少ないもののジャンルの中の一つなんで、これはすごくその世界で仕事をしていく上でもすごく面白いし、日本のなんか結構未来もそこに詰まってるような、感じもあるんで、それはすごくまず思って面白いところもあるし、やっぱりなんていうか今ある仕事とか今ある分野とかジャンルとかに自分を合わせるんじゃなくて、もう全く新しい仕事を自分で作っちゃうっていうか、そういうのが多分僕は一番クリエイティブなことだと思うんで、なんか自分でこうなんか車の業界だとかそういうことじゃなくて、自分の道を作るみたいなね、そういう意味ではロボットはやりがいがあるし、あとは説得力もある、だから見果てぬ夢というわけでもなく、そういう技術的な集約とか、そういうのもあるから、なんていうか本当にそういう意味ではすごくこう本気で自分の人生をかけてもいいような仕事にはなってくると、からそれはすごく面白いと思うし、やりがいを感じる時っていうのはどういう時？大したことないことですごくこう時間を食ったり、なんか例えば法人なんかも外国に連れて行く時に、中を全部チェックされて、例えばこれをコンピューターっつったらもうコンピューターだったら大丈夫だとか言われるんだけど、ロボットって言うともうダメって言われて、中を全部チェックされたりとか、で向こうに行っても空港から出してくれなかったりとかね、本当に大したこと当たり前のことが全く当たり前じゃないってことばっかりで、そういうのはいっぱい苦労は多いんだけど、でもそれでもそういうものをこう一つ一つ突破して、実際にこうロボットができて、やっぱりこうそれをクライアントなんかにこう渡して、喜んでもらった時とかはすごくこう達成感があるんで、苦労はもちろんたくさんあるんだけど、そういう意味ではあと物を作ってるっていうのはすごく強くて、結局形としてこう残っていくわけだから、それはねこうやっぱりやりがいもあるし、
あとはね、そう自分あのこの間もパリに行った時もやっぱりあのフランスの雑誌にポージーなんか結構載ってて、やっぱりそういうのを外国で見たりするとあの、まあ、いい仕事してるかなというか、そういうのはあるかな、まあ、アルボロで限らず僕あの他にもいろいろ建築のプロジェクトとか、最近だと飛行機のなんか会社のデザインやったりしても、あの来週また羽田行くんだけど、羽田に行くと自分の作った、まあ、僕作ったわけじゃないけどデザインしたね、飛行機がやっぱりこうあって、ああいうの見るとあのなかなか、まあ、デザインの仕事っていうのはそういう意味ではあの分かりやすい、成果が分かりやすいんで、うん、いいと思うかなと思う、うん、これはあの飛行機 の, その外装のデザインとかインテリアとか、そういう単発的な仕事ではなくて、このスターフライヤーっていう会社の全体 の, あのイメージの戦略から、そのまあもちろん飛行機の外装とか内装はもちろんなんですけど、会社のロゴマークから、スタッフの方のユニフォーム、名刺、まあ黒をその企業のブランディングの柱にした航空会社っていうのは、まあ、ほとんど世界にはないので、じゃあそれを思い切ってですね、このブランディングの柱に、していって作った航空会社ですね。で、ホスピタリティというのも非常に重要なコンセプト で, でこの航空会社はですね、ホスピタリティでですね、まあ、お客様へ の, このサービスとか、そういったものに関しても非常に、高いレベルでその実力を保っていて、ですので黒い飛行機イコール非常にホスピタリティの高いという、そういうイメージが、今非常にできてきたので、まあ、このプロジェクトというのも非常に、まあ大変でしたけど、思い出の深い、プロジェクトですね。まあ、でもロボットとか、まあ、デザインもね、建築もいろいろ、まあいろんなことをされてるんだけれども、まあ将来あの夢っていうか、まあビジョンですよね、こういうことを実現していきたいなっていう、あの22世紀になった時にあのロボットっていうのはもう芸術だと言われるように、今はもうなんだかよく分かんないんだけど、あのそういう評価をされたいと思って、でまあポージーはまだちっちゃいんだけど、将来あのパリのね、あのオペラ座で、あの世界最高峰のバレリーナと一緒にこう共演をするっていうことを、まあ、やりたいなと思ってて、でそれが実現したら多分こう歴史の中にね、あのロボットっていうのはその芸術の一つの分野っていうことがきちっと記載されることになれば、まあ、あの僕のやってきたこともまあいいことだったなと思えるかなと思って、そこまでは頑張りたいと思って、じゃあ最後に、学生の皆さんにメッセージを、学生の皆さん、そうそう僕はあの入学式、今年の入学式の時にも学生に言ったんだけど、あの学生にはあのいいあの言った言葉は、あの私の世界と世界の私っていう言葉を、まあ、学生にはいつも言ってて、あのまずそのやっぱりこう自分自身というものがやっぱりまあ確立当然してないんだけど、あのそこはすごく無理しても頑張っても、なんていうかこう自分自身何が好きなのかやりたいのかって、それは多分学生時代分かんなくてもいいんだけど、それを一生懸命探すってことが大事で、自分は誰だっていうことを、まあで何をしたいかっていうのを学生は勉強してほしい、それで私 の, あの世界っていうのをまあ一つ作っておいてほしいっていうのと、で今度それができれば世界の中に、世界の中の自分、世界の中で自分 の, あのやるべきことっていうのが見えてくるから、そうしたら本当にあの自分の個性を世界の中で役立てて、そういう、まあ、あのなんていうか大人になってほしいっていうか、そういう意味で私の世界と世界の私っていうのをこうなんか合わせて持つようなこう人になってほしいなっていうのが学生に言いたいところですかね。持ち前のバイタリティで海外でも活躍している松井さん、次はどんなもので私たちを驚かせてくれるのでしょうか。
松井さんの活躍に期待しています。